2番目のワークアウトは、上半身を非常によく使うワークアウトになってます。でちょっと意地悪いんですけど、でもどこを休めて、どこを使うかっていうのをこ うまく体を動かすことができれば問題ないと思います。とにかくもう肩が疲れるはずなので、肩を使わないためにはどうするか、あとは、腹筋も疲れてきます。腹筋疲れてくるとできない動きがいくつかあるので、どうやったら、効率的に動けるかっていうのを入念に考えてから取り組んでください。頑張ってください。